ただここまでいないとなった時にサイト中の2人がかなり負荷かかるんですよね。そこにスパイカメラあるが展開する暇はないか。クラッシュポイントから1石交換、ただフォーテイクのカバーもある。 B 面からラズ、中央からジン、見えましたね。ジンが打ち合ってオーバーキル。おっ、でもよかった。ワンバイワン、うらー、これはどうするんだ。ブラインドサイド入れてからディメンシャルドリフト解除。音を聞いてのラズ、抑えたフォーテイク、強い。前に出る点、3対1。残されたのはダバエ。あ、ちゃんと抑えてますね、クロー。おお、その距離。バンダルを持っているダバエ、シストだ。裏取りの点、頭が見えた。ヘッドショット、点。ここはダバエが抑える。この抑え方は止めれない。ジンも抑えてましたからね。サイト中2名だが、回収の履行から抜いていったらず。さらに飛び出たところはマインドフリーク。後部からの飛び出し。さあ後部が割れるところはダバエです。強力ですね。残されたシュガーゼロ、 1v3。 ダバエからカツンと跳ね返ってのこのパイプ。最悪逃げれないラズ、飛び込んできた法政君を抑えていく。まだ生存しているぞラズ。バーダル回収、斎藤君を完璧に抑えている。ただそこに襲い来るレコニング、ニューラルセットが効いてるんで、ここはシガーゼロ、マーシャルでのキルを取ります。一旦レコニングが切れるのを待ってから、ローリングタダー打ち込んだ。よく取ったシガーゼロ、残された。おお、新しいクリスマスツリーの飾り付けみたいなね、これが。はい、ファーストブラッドは絶対血を飛び出たところもラズクローで抑えていく。残ったマインドフリーク、スパイクを教える。なるほど、リコンに移ったところ、アトフィーリーを切った。スコーンが狙っていったところ、ラズに当たったんですね。ただ一人は持っていきました。3対3、ディメンショナルドリフトが上がっているフォーセイ君、ただ HP はない。オペレーター強気な位置を置きますね。勝負ですね、ここは。横を取る黒、スポーンが集めてくるんじゃないか。銃口が見えた、落としていきます。サイトレに対するリコンは、これリコン壊せない。位置が見えた、ハンターズフューリー当たっているぞ。なんとか耐えたが、残り HP は70。ダバイワンオッツ、抑えた。点バンダル落としましたね。おそらくエメンディメンションのドリフトから当たったシーン。しかもオペの位置分かった。ただメタルは点が抑えている。いや、ショーティーはフラッシュが食らってリアのカバー、お互い見えない状況を抑えたのはダバイ。人数有利はゼータディビジョン2オフォー。ジンは敗退で越し、エンプレス勝負だ。ここも抑えてます。ゾーン2エースまで見える。チャンスありますね。弁解フォーセイ君、弁解の立ち回りが。残り1名、裏を取っているシュガーゼロ。リコーから見えない。 1v1、 これハーフいってるんで。おお、 1v2 クラッチ。相手が何かしてくる前に、あ、やっぱり詰める。エルボープッシュだが打ち勝った。マインドフリーク、カバーを取るデップ。これ第2の矢はシュガーゼロ、抑えていきま す、ね、今の方向からの詰めはちょっと上がりづらいです。 A サイト側のプッシュ、ただワイヤー2本、これ、おお、そこ置いてベルターの射線。オールドロー、刺されても逃げない。スパイクはまだ拾えていません。これスパイク取れてないときついですね。手前を取っている弁解はクリック。オペレーターの位置は見えません。オペレーター逆に落としたマインドフリーク、よく打ち勝ちました。そのまま B サイト内ゲートクラッシュで飛び込んでいるところはラズ、ニューラルセット。スルリと入り込んでいるジン、飛び出しかない。打ち勝っていくラズ、いや時間稼いでる。サイバー刑事、そこはマインドフリークが射線を通していました。この先ほど飛び出しがあったコウ、ローリングサンダーは上がっているペーパーレックス、そこに抑えた点。さらにはディスミスで一角に、ここも発生度で効いていきますね。その隙にアフターショック、斎藤君のクリアリングから斎藤が入り込んでいるところはまたしもラズ。
サイバー刑事サイト内耐えています。ワイヤーに引っかかったところ、A メインの打ち合いも楽。刺さってますね。まだ行く天のカバーからラストはメタル。うわ、マインドフリック、トリプルキル、ワンビツ。ただ位置もバレててスパイク落ちてる。 HP がない、体力がない。さっきからだってカスケードと合わせるリコもありましたからね。もし後で研究班はぜひ動画化してください。斎藤君打ち合っていく、天、そしてジンもそれに返していく。ただ早いのでこれなぜか B のサイト内、そして A のサイト内でも打ち合いが起きている。リテイク早いぞ。事件は一体どこで起きているんだ。斎藤君ラックス飛び出したところ抑える弁解。これ設置的に解除を止めるにはメインを取るしかないぞ。がそこは宝星君、ここは解除成功、うん、ラストはベカリ。面白い攻めを見せてくれますね。そして足元はささなみが通り抜けます。ファースバラット、さらにはベンカイ、マーシャルはすごい勝った。人数でうまく押した。ブラインドサイドからここはクロー、などマインドフリックがドアからこんにちは。メタルにはラゼル、おお、4名に挟み込まれていました。そしてメタルから弁解ダブルキル、裏を抑えるシュガーゼロ、正面ではデップ、耐えるポジションですね。ショップでの打ち合いはフォーセイ君、シュガーゼロ、A メイン抑えている。さらにはデップがドア、弱体化が入って、こういう動きうまいですね。顔を出しません、顔を出しません。1v1 ただスネークバイト使い切っちゃったんで隠れ解除、仕掛けるなよ。シュガーゼロ、いやらしい立ち回り。シュガーゼロブルドックでの壁抜き、離婚に移ってしまったダバイ、バイパーズピットに飛び出すが抑えたデップ、さらには天のキル、そのまま詰めていく。レコリングも打っていった。ただとんでもないところを詰めている。デップどこまで行くんだ。大勢君、ただオペレーターを残せるかどうか。ブライトサイドからフェイクアウト、打ったところをオペレーターの射線で通していく。ジャンピングから弾がない。おお、ホームであえて前に出ます。カスケード、どうぞ。シュガーゼロ、メタルから一気にダブルキル。マインドフリックは黒の一致交換、残されたジン 1v3、裏を取っている。どうだ、天体陣はジンが打ち勝った。さあジンが来た、配置は強い。ジンは前に進んでいく。会場からもう足元で解除しないのバレてますね。クローが音を聞いている。階段上、頭は見えた。シュガーゼロ、4